写真拡大。広島市の4阪神、3日、マツダスタジアム。広島、中崎翔太投手、26が6月18日、ロッテ戦以来46日ぶりに登板し、最速145キロをマークするなど1回1安打無失点に抑えた。不調のため、6月20日に出場選手登録抹消され、7月30日に再昇格して以降初登板。チームの連勝は3で止まったが、昨年までのリーグ3連覇に守護神として貢献した男が復活を果たす。背番号21が小伊藤から歓声を受けながら本拠地のマウンドに戻ってきた。中崎が6月18日ロッテ戦以来1ヶ月半ぶりの登板で1回を無失点。降格前までトレードマークだったヒゲもさっぱり剃り落とした右腕が再出発した。1-4の9回に登板。先頭の梅野にはこの日最速タイの145キロ直球で見逃し三振。続く上田を初球スライダーで差しに切った。近本にはサゼンダーを許し2死1塁となったが、最後は代打高山を夕ごろに。今後へつながる10球だった。リーグ3連覇に大きく貢献した右腕は昨季同様守護神で今季をスタートした。だが本来の力を発揮できず、6月上旬に配置転換。その後も上向かず29試合の登板。防御率4月8日で同月20日に出場選手登録抹消された。2軍ではコーチやトレーナーらに相談しながらフォームの修正などを図った。1軍では投げながらやっていく中で違う方向に行ってしまった。時間をもらえたのは良かった。ウエスタンでは6試合の登板を経て7月26日から1軍再合流した。翌27日には神宮球場の三塁側ブルペンで首脳陣が見つめる中投球練習。尾形監督にはフォームのブレの助言を受けながら腕を振った。守護神を担ってきた男として1日1日たりとも無駄にせず1軍のマウンドに舞い戻ってきた。この日の中崎に尾形監督は落ち着いた投球をしてくれた。球筋を見られたし、キレのあるいい球を投げていたと評価した。現在は市岡がコンディション不良で2軍調整中など中継ぎも苦しい中、1枚加わってくれたと指揮官。笹岡投手コーチも、今日みたいな投球を続けてくれれば、勝ち系統に入ってくれるし、入ってもらわないと困ると期待を寄せた。チームは連勝が3でストップ。それでも、首位巨人とは3ゲーム差のまま。勝負の夏場、経験豊富な中崎の存在は不可欠だ。復活への第一歩を踏み出した右腕が巻き返し、勝利へつながる投球を重ねる。